アメリカアップルが共産中国の経済発展を支援するために2750億ドル規模の契約を秘密裏に結んでいたことが明らかになりました。その見返りとして中共当局は様々な規制措置を免除し、アップルも中国市場へのアクセスが可能になりました。この契約のニュースはアメリカの技術系ニュースサイトザ・インフォメーションが12月7日に報じたものです。同メディアはこの件に詳しい人物にインタビューを行い、 アップルの内部文書を閲覧したといいます。アップルの最高経営責任者ティム・クック氏は2016年に中国を訪問した際に5年間の契約を結びました。当時、アップルは中国で一連の規制措置を受けていました。記事によると中共当局はアップルが中国経済に十分貢献していないと考えていたといいます。 その結果、クック氏は中共政府機関と2750億ドル、約31兆円規模の投資契約を結びました。その契約には、アップルの新しい小売店や研究開発センターの開設、再生可能エネルギープロジェクトの建設などが含まれていました。契約はそれだけではありません。アップルは中国の最先端製造技術の構築に協力することも約束しました。 中共には当時、第13次5カ年計画という野心的な開発計画がありました。この計画について、アップルは中国企業と共に成長し、双方に利益をもたらすウィンウィンの関係を実現すると誓いました。ザ・インフォメーションが閲覧した内部文書によると、アップルは他の分野でも中共当局に妥協していたことが明らかになりました。2015年、中共当局はアップルマップに対し、 地図上で東シナ海の一部の島を大きく見せるよう要求しました。中京と日本はこの島々の領有権をめぐって争っています。中京の規制当局は、アップルがこの要求に従わない場合は、アップルウォッチを承認しないと脅したのです。アップルはこの要求に従いました。中国のアップストアもまた、アメリカやその他の国のアップストアとは異なっています。 外国報道機関のアプリや暗号化されたメッセージングサービスなど何万ものアプリが消えています。民主化でも組織するためのツールもブロックされています。アップルは中国の法律を遵守するためにアプリを削除したと述べています。では、データの安全性はどうでしょうかこの分野でもアップルは中共当局に従っているようです。ニューヨークタイムズの報道によると、 アップルは中国本土ユーザーの個人データの一部を奇襲省企業市にあるデータセンターに移しています。このデータセンターは国有 IT 企業と共同で設立したもので、地元当局は保存されているデータに直接アクセスすることができます。契約締結後の数年間、アップルは中国で非常に活動的でした。 例えば、アップルはウイグル族が中共政権による弾圧にさらされている新疆ウイグル自治区にある中国最大の風力発電機メーカー、ゴールドウィンドと契約を結びました。また、アップルは中国のクリーンエネルギーのために3億ドル、約340億円の投資ファンドを立ち上げました。そして小売店を11店舗増やし、中国のメーカーラックスシェアプレシジョンインダストリーに iPhone13 の生産を委託しました。 アップルにとって中国は金のなる木となっています。アップルは香港と台湾を含む大中華圏と呼ばれる地域で、1年間で680億ドル、約7兆7000万円という記録的な収益を上げており、同社の総売上高の約5分の1がこの地域で占められています。NTD ジャパンがお伝えしました。